こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、僕が秋になるとですね、めちゃくちゃよく活用している パーカーですね。こちらについて解説をしたいなと思ってるんですが、まあパーカーはですね、本当にいろんな価格帯のものがあって、僕自身も大好きで結構ですね、いろんなものを買ったんですね。まあ安いものだと GU ぐらいからありまして、高いものだとやっぱりですね、3万円を超えるものもあったりするんですが、まあその中でもですね、割と僕ら世代が気軽に買いやすいパーカーとして、 今日はですね、掘り出し物を見つけたので、皆さんにそちらをご紹介してみたいなというふうに思っています。まあその前にパーカーについて軽く解説をしたいなと思ってるんですが、まあそもそもパーカーというのはめちゃくちゃカジュアルなアイテムですね。フードがついていて、どちらかというとですね、部屋着のようなイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですね。まあつまり僕ら大人世代には似合わないイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、まあ実際最近はですね、このパーカーというアイテムが一つのトレンドになっていす。 なってさまざまなバリエーションのものが増えているんですねまあ、かつてはパーカーというとこうロゴが入ったものだとかカジュアルなものが多かったんですが今はですね素材の質感も上品でなおかつ色も単色のものが増えているのでちゃんと選べば僕たち大人世代にも似合うものが意外と多くあるかなという印象なんですねただ先ほどもお伝えしたようにかなり価格のレンジが広いのでどのあたりを買えばいいかなというところで迷っている方も多いんじゃないのかなというふうに思っています まあ、ちなみにですね、僕自身がよく使っているパーカーというのはですね、価格帯が1万円台中頃から後半ぐらいのセレクトショップのパーカーなんですね。ちょっとお見せしたいなと思ってるんですが、まあ、僕がよく動画の中で着ているパーカーといえばこちらですね。はい、ダークグレーのですね、パーカーで、こちらはもう2年ぐらい前にエストネーションというセレクトショップで買ったものなんですが、これがですね、1万円台後半、1万8000円ぐらいだったと思うんですね。 これがね、めちゃくちゃ好きですごい活用しているんですね。やっぱりセレクトショップのオリジナルとなると、素材の質感もいいですし、シルエットもすごく綺麗なので、大人にはすごく似合いやすいかなと思うんですが、ただですね、 パーカーに1万円台後半かけられる方ってそんなに多くないと思うんですよね。まあいいとは思うけども、そこまではちょっと投資ができないんだよなっていう方も実際は多いかなと思うんですね。まあそこでじゃあどれぐらいの価格帯がリアリティがあるのかなと考えてみると、 僕は5000円前後、ここが一つのですね、壁になるんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、今回僕が持ってきたあるパーカーっていうのも、まさにですね、5000円前後で買えるようなものを意識しました。まあそうなるとですね、価格帯的には選択肢がかなり狭まってですね、GU なのか、ユニクロなのか、もしくはこれからご紹介するあるブランドなのか、まあこの3択ぐらいになるかなと思うんですね。 まあ、GU だとかなり手頃なんですが、まあ、ユニクロなんかだとですね、たい3、4000円ぐらいでパーカーが買えて、ユニクロの通常ラインのパーカーなのか、もしくはユニクロ U のパーカーなのかという形で選択肢があるんですが、まあ、非常にユニクロのパーカーも好きです。僕もですね、ユニクロ U のものは何色か持っているんですけども、ただですね、今回ご紹介するパーカーに関しては、着心地だとか色合いに関しては、やはりユニクロ U とはちょっと違いがあって、個人的 的には使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、そろそろもったいぶらずにお伝えしたいと思います。こちらですね、はい、えグローバルワークのですね、エアクッションパーカーというアイテムですね。 これはですね、ヒット作になってまして、店頭に行くとですね、結構目立つ位置に置いてあるんですが、僕もですね、スルーしていて着ることがなかったんですね。というのもですね、僕はこのエアクッションシリーズ、すでにですね、こちらの YouTube の番組の中でも紹介してるんですね。ただ、僕が紹介したものというのは、このフードが付いてないクルーネックのですね、スウェットの方なんですね。 そちらをですね、おそらく昨年ご紹介させていただいたんですが、めちゃくちゃ着心地が良くて、僕は事務所だとか、あとは自宅ですね。 部屋着的に使うときにですね、まさにクルーネックのスウェットをですね、使っているわけなんですが、まあ結構ですね、盲点だったのが、このフード付きのパーカーですね、こっちは着たことがなかったんですけども、実際に着てみたらめちゃくちゃこれが良かったので、今回はこちらを取り上げてみたいなというふうに思っています。まあ値段もですね、5000円をちょっと超えるんですけども、まあ5000円前後というところで予算以内かなと思いますし、あとはですね、素材の質感を含めてめちゃくちゃバランスがいいので、 この後実際に着ながらですね、こちらのエアクッションパーカーについて解説をしてみたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションを今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下のリンクからですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。 はい、ということで実際に来ていました。どうでしょうか。 なかなかですね、仕上がりの良い,いパーカーだなと思って、個人的にもですね、ガンガン着たいなと思ってるんですが、ちなみにですね、念のためお伝えしておきますが、これは PR 動画でもなくてですね、普通に僕が自腹で買って良いと思ったものを紹介してるだけなので、その点は皆さんにお伝えができればなというふうに思っています。まあ、サイズ感もですね、すごく良いんですね。えっと、こちらはですね、S サイズなんですね。僕は身長164センチ、53キロと小柄なので、通常サイズは S なんですけども最近ちょっとゆったりめのシルエットがトレンドなのであえてワンサイズ上げて着ることも少なくないんですがこちらに関しては最初からですね少し緩めのサイズ感の設定なので特にサイズを上げなくてもいいかなと思うんですがよりですねトレンド感を強く出したい場合はワンサイズ上げるのもいいのかなというふうに思ってます僕はですねこういったパーカーはあまりですねかさばるのが好きじゃないですし重ね着もしたいので通常サイズの s を選びました ま、肩を見ていただくとわかるんですが、まあ、こちら、ラインが落ちてるのもわかるかなと思いますし、あと、見幅もですね、かなりゆったりしてます。一方で、竹はそんなに長くないんですね。ですので、着丈を考えると、ワンサイズ上げた方がいいという方も少なくないかなと思うので、そこだけは注意をした方がいいかなと思うんですが、なかなかシルエットいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そして、なんかデザイン的な特徴はですね、結構他にもあって、いろんな部分が簡略化されてるパーカーなんですね。 まあ特にですね、ちょっと比べてみていただきたいなと思うんですが、こちらは私物のエディフィスのパーカーなんですけども、パーカーというとですね、ここに紐がありますよね。まあ、これがですね、まあ、パーカーらしさでもあるんですが、そこが省略されてるんですね。 割と襟元がスッキリとしているので、ちょっと大人っぽく見えやすいのがこちらのパーカーかなと思います。あともう一つですね、注目していただきたいのは、先ほどのエストネーションのオリジナルを見ていただきたいんですが、まあ、パーカーというとですね、基本的にこういった外付けのポケットなんかが付いているんですけども、見えますかね こちら、縫い目がありますよね。まあ、こういったものが一番こう、オーソドックスな形なんですが、こちらを見ていただくと、外付けのポケットがなくて、まあ、サイドからこう手が入れられるような、スッキリとしたポケットの仕様になってるんですね。かなり簡略化されていて、デザイン的にはかなりシンプルで、あまりですね、カジュアルすぎないようなデザインになってるのが、個人的にはですね、これまたいいアプローチなのかなというふうに思っています。まあ、この後ちょっとお見せしたいなと思ってるんですが、このパーカー、もちろんですね、 反対できるのもいいんですけども、この上にですね、アウターを重ね着するのも結構バランスが良くて、まあ重ね着するときには紐だったり外付けのポケットじゃない方が割とスッキリとですね、重ね着がしやすいので、まあそういった意味でもですね、これは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてもう一つ僕が注目しているのはこの色味なんですね。まあ色の展開いくつかあって正直ですね、迷ったんですね。 どれも良かったんですよ。ライトグレーみたいな明るめのものもすごく質感良かったですし、あとはブラウン系もね、なんか雰囲気すごく良かったので迷ったんですが、僕が今回選んだのはこちらのグレージュというカラーですね。まあ、グレージュというのはベージュとグレーが混ざったような曖昧な色合いなんですけども、結構ですよ、僕はこういった色が好きで、なんとなく秋らしさが漂いつつも、少しですね、人との違いというところが明確になるので、なかなかいいカラーなのかなというふうに思っています。まあ、こういったものはユニクロの通常 ラインもなかなかないですし、あとはユニクロ U だと結構曖昧な色があったりするんですが、それと比べてもですね、なかなか仕上がりがいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてもうちつ生地の質感もすごく良くて、表面が滑らかで、すごく光沢感があるんですね。そこがですね、大人っぽく見えるところかなというふうに思っています。まあ、パーカー自体がすごくカジュアルなので、この素材の質感自体に上品さが漂うと、個人的にはですね、大人の男性には似合いやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。 そして名前にある通りめちゃくちゃ軽いんですよねパーカーって結構重たいものはズシッとして着てるだけで疲れてしまうんですがこちらはですねかなり軽量でこのフードの部分もそんなに重みがないので着ていてストレスがないんですねそしてとにかく伸びるんですよ これまた着やすいところで、あとは肌との接地面もすごくツルッとしてるので、着やすいんですよ。スルッと入っていくっていうところ。それは毎日僕はですね、部屋着として着てるので実感してるんですが、まあ着心地の良さとシルエットの良さ、そして生地の質感の良さというところで、かなりバランスが良くて、これが5000円前後で手に入るというのは結構驚きかなというふうに思っています。まあ、ちなみにちょっとですね、さっきお見せしましたエディフィスのパーカーですね。これまたすごく良くて、僕も大好きなんですね。質感としては、 先ほどのエストネーションのものよりはこちらの方に似ているかなと思いますこちらもパーカー自体軽くて表面に微光沢があって、まあ、めちゃくちゃ上品なんですね、まあ、大好きなパーカーでよく着ているんですがやはり値段がですね1万円台の中頃ぐらいまで行ってしまうので いいんだけども、ちょっと手が届かないという方もいらっしゃるかなと思うんですね。それをもうちょっと気軽な価格帯で買用にしたのが、まさにグローバルワークのパーカーかなと思うので、まあ、こだわりがある方はセレクトショップのオリジナルがいいかなと思いますし、なるべく予算は抑えながら、一定の見栄えというところをですね、得たいのであれば、グローバルワークがいいかなと思うんで、このあたりは個人によって選び方が変わるかなと思うんですが、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。な、まあ、なかなかでですね仕上がりのい,いパーカーカ個人的にも気に入って 言いましてまあ、僕も着たいなと思うんですが、意外とですね、これを着て帰ったら、奥さんもですね、気に入っていたので、夫婦兼用で使えるかなというぐらいですね、これは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、コーディネートに関しては、パーカー自体がすごくカジュアルなので、ボトムスに関してはスラックス系が、まあ、最も相性がいいかなと思っています。僕はちょっとゆったりめのですね、ユニクロ U のスラックスを履いているわけなんですが、これはですね、よりオーソドックス、ベーシックに吹いたかったら、同じくグローバルワークの アーバンストラックスですね。これを合わせてもらえば、まず間違いがないかなと思います。非常にシルエットも綺麗ですし、細身なんですね。ですので、綺麗めとカジュアルのバランスが取りやすいので、そういったものも合わせてもらってもいいですし、あとはメリハリを上下つけてもらうのもいいかなと思うので、 細身のブラックデニムなんかを合わせてもらって、Y シルエットを作ってもらうのも大人の男性にはいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてこのパーカーなんですが、秋だったらこのままのスタイルでいいかなと思うんですが、冬になってもですね、活用することができるんですね。先ほどちょっと触れましたが、重ね着のパーツとしてこのパーカーを使うのも結構バランスがいいので、この上にですね、ロング丈のコートを羽織ってみたいと思います。 はい、ということで上にですね、ロング丈のコートを着ていました。まあ、特に冬になるとですね、こういったウール調のコートを着ることが少なくないかなと思うんですが、こういった綺麗めのコートの内側にですね、あえてパーカーを着ることで適度に綺麗めとカジュアルのバランスが取りやすいかなと思うので、こういったスタイルにもこちらのパーカーが使いやすいかなと思ってます。このようなグレージュという色自体が 濃すぎず明るすぎずというところで結構着こなしにもマッチしやすいかなと思うのでぜひ皆さんにも秋冬にはですね手持ちのアウターと合わせながらこちらのパーカーの重ね着を楽しんでいただければなというふうに思ってます、まあ、ちなみに今僕が着てるのはですねこちらグローバルワークの去年のコートなんですがこちらもですねシルエットが少し肩が落ちていてゆったりめなんですねジャストサイズのチェスターコートとかに合わせるよりは少しゆったりめのこういったウール調のコートだとかあとはステンカラーコートと合わせ もらった方がバランスがいいかなと思うのでぜひそのあたりもですね参考にしていただければなと思っています はい。ということで、今回の動画では、5000円前後で買える最強のパーカーとして、グローバルワークのエアクションパーカーを皆さんにご紹介させていただきました。こちらはですね、正直言って、最近着たパーカーの中では結構衝撃的でしたね。これぐらいの価格帯で、素材の感じも良くて、なおかつデザインもバランスが取れていて、そして何と言っても着心地が良い,いパーカー、なかなかですね、見つけるのが難しいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お店で実感をしていただければなと思います。 ちなみに先ほども触れましたが、他の色もいいんですね。今回僕的に一押しはグレージュなんですが、 ライトグレーも最後まで迷ったので、この色もですね、着こなしに明るさを取り込むには最高に使いやすいかなと思うんですね。特に先ほどのようなロング丈のコートって、ブラックだとかネイビーだとかダークグレーが多くて、どうしても着こなしが重たくなるんですね。まあ、そんな時に内側にですね、ライトグレーを差し込むとかなりですね、着こなしが明るくなるので、あの色もいいんじゃないのかなと思っているので、これから僕もですね、よく検討しながら、まあ、場合によっては買い足してみたいなというふうに 思っていますこれからもですね、こんな感じで、ユニクロですとか、GU ですとか、グローバルワークですとか、あとは様々なセレクトショップのオリジナルですとか、その中から大人の男性に似合いやすいものをですね、ガチで買ってきてですね、皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録の方もしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル